四字熟王立学院放送部。四字熟王立学院放送部、放送部部長兼ご総六役の大竹美優です。わお、やっと5回目、はい、慣れてきました。はい、はい、この番組は月刊ニュータイプで連載中の4コマ漫画四字天とマイクロソフトの無料ウェブメールホットメールとのスペシャルコラボイベントとしてお送りしております。そしてまたまたゲストは、はい、怪盗ランマちゃん役の豊口めぐみさんです。今日は普通でごめんなさい、豊口めぐみです。はい、はい、ということで皆さん、はい、もうイベントに参加していただけたでしょうか。うん、でしょうか。イベント登録いただいた方限定で四字天の壁紙を、壁紙をプレゼントしちゃいます。はい、はいはい、また私たち出演者からのご挨拶ボイスも聞けちゃいますので、うん、皆さん楽しんでくださいね。撮った撮った撮ったはず、私も撮りました。はいね、撮りましたよね、はい、うちのデスクトップにはちゃんと四字天の壁紙が、うん、あらすごい、私これからこれからできた、いろんなことがこれからそうなるほど、はい、きっとまあ皆さんのパソコンは四字天だらけになってることでしょうよ。そうよね、そうですね、そうでしょうよ。はい、はい、これはすごい学習にいい番組ですよね。うん、そうですよ ね, ね、そうです ね, ね、はい、はい、四字天に参加した感想ということなんですけれども、はい、四字天って、はい、四文字熟語をモチーフした作品なんですよね、うん、だからもうちょっと課題作品なのかなと思ってたんですけど自分の感想でいいんですよご自分の感想でいいんですよこれしかも豊口さんのセリフ、私は言っちゃう、多分ずれてるんだと思います、台本がね。すいません、すいません。いや全然いいんだと思いますよ、はい、はい、じゃあ参加されていかがですか。参加してですね、はい、4文字熟語をなんか勉強した、うん、そうですよね、はい、なんか辞書引きました私、うん、うん、まあもうねこの年になると特に勉強することもないですが、はい、だから漢字とかは一応ほら台本があって、はい、あ読めない漢字あるなとかって言って調べることはありますけど、はい、四字熟語ってまあそうそう、ね、台本にも出てこないし使わないじゃないですか、はい、だからあんまりこう調べることもないし、はい、自分でわざわざあの四字熟語を使って喋らなきゃいけない縛りみたいなトークも別にないからね、うん、そうですね、なんかあんまり調べることもないから、はい、まあこういうの見て、はい、ああこういうのあったって思い出すし、うん、はい、意味もこういう意味だったなって思い出すみたいな感じになりますよね、やっぱりね、なります、なりますよね。はい、小学校の頃、はい、まあ、初めに何書いた、うん、四文字熟語って私の思い出だと、はい、一生懸命だったんですよ。ああ、一生懸命、懸っていう字が難しいかったなってイメージがあるんですけど、なんかね、よくわかんないんですけど、はいはい、漢字4つ並んでると四字熟語みたいな感じじゃないですか。あります、あります。あれって四字熟語なのかただの4つ並んだ漢字なのかわかんない時もありますよね。ちなみに一生懸命は四字熟語ってことでいいんですか。あ、いいんだ、あってます、あってます、いいんだ、確かそれで一生懸命書いた、剣を、剣がすごく難しくて、うん、やった思い出があります。なるほどね、はい、全然覚えてないんですよね私ないですか。全然覚えてない。これ四文字熟語かなみたいなのってあります。え、横断歩道とかあのね、それは絶対違う。違いますか。それは私でも分かるよ、絶対違うなんかだったらいいなと思うものってないですか。なんでしょうね、もう全然出てこない。踏切電車ないな、ないですね、ないですね全然ないですよね。だそういう人にいいじゃないですか。いいじゃないですか、やっぱりね、はい、だやっぱこういうキャラクターがその意味を表してくれるから、はい、覚えやすいと思うんですよね。そうですね、ね、だから、うん、そういうデジタル辞典を作ればいいと思うんですよね。素晴らしいですね。ね。だからその代わり1万語あったら1万人の声優さんがやんなきゃいけないでしょ。そうですね。だって一応1人1キャラってなったらね。そうですね。まあ、それが1人2つか3つぐらいずつ兼ねていってやればできますけど、うん、はい、ね、そしたらいいじゃないですかね。それとても怪盗ランマって言ってなんとかかんとかの意味でやるとか言って、あセリフを言えば、あ、言っちゃうんですね。あ、そう、そうですよ、なんかちょっとさそうそう、あのキャラクターが説明してくれるだけかと思ったんですけど、ちゃんとセリフで自分のそう意味をこういう意味だよって説明、キャラクターで説明してくれれば、今ほらアクセント辞典とかも喋るやつあるじゃないですか、
あるんですよ。あるんですか。皆さんあんまりアクセント辞典って使わないと思いますけど、はい、分かりにくいんですよ。なんか、うん、あのね、なんか、まあ、例えば豊口めぐみとかだと、はい、その上がるところで上に線が引いてあったりとか、はい、あの1とか2とか数字が書いてあって、ここが上がりますよっていうのを一応文字で書いてあるんですけど、はい、なんかちょっと分かりにくいから、はい、最近はちゃんと喋ってくれるアクセント辞典っていうのが出てて、すごいですね。だからすごい量の単語を喋った人がいるってことじゃないですか。そうですね。ね、そうそうそう、だからそれと同じ感じで四字熟語の辞典作ればいいのになって。頭いいんですね。いやいや、そうですか。すごいです。いやいや、褒められちゃったな。そんな発想なかったと思われます。どうなんでしょうか。もしかしたらプランにあったかもしれないんですけど、わからないですけどね、はい、うん、なんて思いました。ちょっと感動でした。まあ、そしたらほら好きな声優さんが喋ってくれたら、はいはい、みんな勉強しがいがあるじゃないですか。いっぱいいろんな人の声聞きたいなって思って、はい、もうポチポチしちゃうじゃないですか。今この傍若無人くんが、はい、なんだ、あ、声優さんキャスト募集中なんですよね、はい、募集中とか、はい、これをどんどんやっていこうっていうことですよね。そういうことですよね。いいんじゃないですかね。ちょっと今ね、感動しました。アイディア会議になっちゃいましたね今ね。はい、はい、ここから生まれる。そうですね。はい、はい、ありがとうございます。そうなんですよ。まあ、詳しくは、はい、アニメニュータイプチャンネルでお知らせしますので、はい、はい、楽しみに、はい、でアドレスはこちらの方に入れると思います。四字典の0話が公開されているアニメニュータイプチャンネル、はい、なんとということですね。0話みたいですね。まあ、皆さん見たでしょうね、はい、もうね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、はい、この四字典とホットメールのスペシャルイベントは、これから始まるボイスドラマや隠しボイスイベント満載のブログパーツなど、ワークワーク飽きちゃったなこれ。ワークワークするイベント満載です。新しいホットメールを持てばどなたでも参加することができちゃいますので、ぜひ参加してくださいね。はい、スペシャルイベントの情報はパソコンから四字典、数字の4とひらがなの字典で検索してください。はい、またツイッターではイベントの告知や裏話などの情報を紹介しておりますので、そちらの情報もお見逃しなく、皆さんのご参加お待ちしております。はい、というわけでそろそろお時間でーす、はい、そろそろ夏、あ、夏ですね。夏ですね。はい、はい、夏キャンプをしてカレーが食べたい大竹美優と、あ、今日は朝から食べてなんか口の中がカレーっぽい豊口めぐみでした。また来週も聞くのだぞ。